日本初 NTT の次世代通信技術 IWON、 今後脚光を浴びる可能性がありますので、今日はこの NTT の次世代通信技術、電気から光へ、インターネット革命、この IWON の活動を皆様にお知らせしたいと思います。まあ、革新的な光技術によるワイヤレスネットワークで、まあ、低遅延高速通信が可能、2030年代を目標に、まあ、世界規格を狙ってグローバル展開をしてるんですね。でソニーは、まあ、この NTT はですね、ソニーとそれからアメリカのインテルと組んでですね、2019年に新しいネットワーク構想の IWON をスタートしたんですね。そしてこの光技術を使って豊かな社会を作るための話し合いの場を求めまして、現在世界、有数の企業120社近くが参加してグローバル展開中で、2030年代を目標にして世界規格を狙ってるんですね。でこの先ほど言った、まあ、NTT 主体で米国のインテル、ソニー発起人となってですね、あとマイクロソフトとかアメリカの通信のカルコム、それからヨーロッパの通信界を牛耳っているエリクソン、それから韓国のサムソン、それから日本の KDDI ソフトバンク、それから自動車のトヨタ、富士通、三菱商事、みずほ銀行、それから大学では慶応義塾とか東北大学、幅広い分野にまたがって、ね、この展開をしておりまして、今後はですね、現在のインターネットでの課題を解決して、通信、放送、金融、交通、医療、教育、サービスでですね、革新的な動きができるのではないかと期待されております。でこの IWON というのはですね、イノベーティブ・オプティカル・エンド・ワイヤレス・ネットワークの略称なんですね。で、すべて光でネットワークを実現してですね、従来のインターネットが抱える課題を一気に解決しようとする試みなんですね。で現在のですね、インターネットでの集積率は2010年頃すでにピークを迎えていて、今や動作周波数やですね、電力消費の壁に阻まれているんですね。で集積率を上げることが困難になってきていると。でこの IWON 構想を目指すものはですね、今まで以上に膨大な情報種類を支えて、まあ、従来技術の限界、主に消費電力の壁を超える変革をもたらすと、まあ、革新的な情報処理基盤の構築なわけですね。ですから、まあ、NTT が考えているこの IWON ではですね、スマホの充電が年に1回で、消費電力を現在の100分の1にするという目標で、まあ、研究を重ねているわけですね。で一般的にはですね、現在のインターネットを一般道路とすると、この IWON は高速道路というような言われ方をしております。まあ、電気から光へと。それからさらにですね、インターネット革命を上回る衝撃的な光の半導体、半導体をも光でやると。それでこの IWON の主なメリットっていうのはですね、通信の高速化、高速大容量化、それから通信エリアの拡張、それから通信遅延の解消、電力効率アップ、それからカーボンニュートラルの実現ということで、まあ、この技術が導入されてくるとですね、世界はまた大きく変わってくる。まあ、自動車の自動運転とかですね、まあ、手術の遠隔地医療、それからブルドーザーの、まあ、無人によるコントロールとか、あるいはですね、大型なクレーン車の通信によるコントロールとかですね。でさらにですね、この IWON によって日本企業が貢献できる一つの領域があって、それは光光電融合技術なんですね。光電融合っていうのはですね、従来電子技術が用いられていたコンピューターや半導体の内部までも全て光ベースの技術に置き換えるという。でIWON構想を実現する核となる技術とか、まあ、光電融合に対応した半導体の開発の多くを日本企業が、まあ、担えるようになれば大きなビジネスになる、そういう可能性がありますよね。からもう一つは、IWON のですね、ギャランティード。
で要は通信速度や品質を保証する仕組みなんですね。それでその IOWN はですね、品質を保証する仕組みに重点を置いていると。でそういう意味でこれがですね、確立されると非常に技術的に安定してきますよね。でこの日本発の NTT の次世代通信技術 IOWN が非常に期待をされておりますので、今後その動向をですね的確にウォッチしていきたいと思います。